前回の後半ですね、大学の学びを変えるゲーミング第2回です。で、補足でシミュレーションのゲーミングって今なんか言ってるゲーミフィケーションとかいうのとどういう関係にあるのかっていうのを補足としてちょっとまとめまして、論文が届いたので、シミュレーションのゲーミングというのはゲームのモデルやプロセスとしての側面に焦点を当てた教育、まあ、教育以外にもいろいろもちろんありますけど、とりあえず教育として。で、この流れはコンピューターの普及以前からさまざまな分野でアナログゲームを導入した教育活動が行われてきました。で、軍事演習とかビジネス研究による教育シミュレーションとかロールプレイを伴う社会実験シミュレーション等が行われてきた。で、これはゲームの模倣性やルールに基づく活動を従事している、まあ、つまり実際の何かをモデル化してゲームに落とし込む、うん、というのこれがシミュレーションのゲーミングで、まあ、これがここにつながる場合ですね。で、昔からあるのでもう一つの流れとして、まあ、ゲームをゲームとして、まあ、例えば何だろうね、社会科なんちゃらクイズとか、ああいうの授業中にやったりするじゃないですか、ああいうのとか。で、ああいうのがエンターテインメントって言われていたやつで、ゲームよりも広いメディアコミュニケーション研究の文脈で娯楽的な遊びと学びを明示的に接続しようとするエンターテインメントエデュケーション、娯楽メディアや遊びの活動を、通した公共的な啓発活動などを対象に公共政策学やコミュニケーション学の応用研究として取り組まれてきた。で、これがコンピューターの普及とともにデジタルゲームを教育メディアに取り入れようみたいなのでエデュテインメントと言われるようになりました。だからこの2つの流れがまずあったわけですね、うんうん、で、それが2000年代にシリアスゲームとして融合していく。で、シリアスゲームが2000年代上記2つの流れの融合で社会的な問題解決のためのゲームの開発利用ということで、まあ、これとりあえずデジタルゲームが中心でした、はい、で、教育分野に限定せず広くデジタルゲーム技術の応用に取り組んできました。もうめっちゃ有名なのはアメリカザーミーですね、うん、で、従来のエンターテインメント市場に向けたゲーム開発とは異なる狙いや対象、まあ、だから作っている技術とかはもう完全にあっちのデジタルゲームのなんか最先端バリバリみたいなことやるんですけど、当てる市場が違うっていう感じになります。で、適用範囲も非常に広がっていく、社会的な問題解決進む、で、新たな市場がここに生まれますと。で、そこで、それをもっと拡張したのが10年代に入って入り出したゲーミフィケーションで、これは上記を引き継ぎながらもゲームの要素や手法を切り出してあるな、それを利用するというふうになります。だから本当に適用範囲が増えます。で、これによってゲームの社会的な応用が拡張されて、今もいろいろ気を豊富やりながらもいろいろ流行ってるといった感じになると。で、これ藤本先生の論文で最初にこういうまとめがありまして、それをまとめたものです。はい、で、流れがありましたと。で、なんで、まあ、この本はこの一番最初のシミュレーション&ゲーミングの勝利にさらされているということですね。はい。なので、まあ、現実のモデル化ということです。はい。ゲームクイズ集ではないということですね。なんかこう、ちょっとしたことにゲームを取り入れる的なものでもない。ないと。もう、モデル化です。はい。で、また事例を見ていきます。第4章、ゲーミングで水紛争を学ぶ。水紛争、まあ、いろいろ、水紛争っていろんなところでいろいろたくさんあるよね、というのがまずあって、で、ここで、普通、こういうものをゲーム化する場合、じゃあここでの水紛争をモデルにしようか。まず具体的な例を決めるのは普通。特に歴史的事例なんか絶対普通なわけですが、ここで著者が設定しているのはまず国際間レベルに設定します。で、これは国際的河川協力の未成熟な現状を体験してほしいというのがまずあります。で、および場を架空化します。つまり何々国っていう名指しせず A 国 B 国 C 国 D 国みたいになります。で、これによって何ができるかというと、プレイヤーに事前の知識を与えず、まあ、みんな公平なわけですね。で、プレイヤーの言動に創造性を与え、まあ、事前の知識がないわけなので実際こういうことはできないだろうなみたいなことを事前知識だと縛らない、およびゲーミングに汎用性を与えるという効果があります。まあ、これはこの地域この時代でしか通用するような論理ではないという普遍的な論理を与えたいということになります。ただしデメリットとしてこれを一般的な事例をデブリーフィングによって個別的事例に応用 しようとするわけですけど、まあ、そこは難しいですよね、うん、やっぱりというのがある
で、ただし個別事例に忠実になろうとすると、そもそも例えば4カ国間のトラブルがあったとして、それそもそも水だけに由来するわけではないわけですよ、他の要素もね、うん、じゃあそれも入れていこうかってなると、もうそもそも何のゲームだかよく分かんなくなっていくわけですね。やりたかったことは、うん、そうそう、やりたかったことは分かんないというのがあります。はい、なのでこういうふうな架空化を取ったっていうことになります。で、このゲームのルール設定として、まずプレイヤーの政治目標の明確化があり、これどのゲームでもそうですね、プレイヤーの目標を定めないともう動いてくれないので、勝手な目標を定め、個々で勝手な目標を定められても困るということになります。本来のゲームは 勝利するっていう目標がみんな、そう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 、もうアプリよりにあるからいいんですけどね。いいんですけど、であとこれ面白くて、軍事力行使を排除します。でここの後面白くて、国際政治のゲームって本当に長い間いろいろあるわけですけど、これ大体駆け込み的な武力行使というのが非常に起こりやすい。まあやりますよ、ね、まあ、そうなりますよね。そうですね、核戦争に勝ちやすいんですけど、例えば、まあ、俺どうせ負けるんだったらもうこの世界滅びろっていうのがまず1個と、はい、であとは、まあ、ゲームが普通に8ラウンドで終わるとして、その8ラウンド目、9ラウンドはないわけですね、ゲーム内世界に、現実世界にはあるけど、だから8ラウンド目でぶっ壊しちゃってもいいじゃないかっていうのがある。だから駆け込み的な武力行使が起こりやすい。ゲームやすともよくある話ね、これなんかね、論文この人書いてると面白そうなんですよ、うん、でいいじゃないですか、軍事力を知って、うん、これ目指してるのに全然マッチしないじゃないですか。そう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 、現実の水紛争はそこそこ武力を持ち込まれてるんですけど、決定的に白帯にしないわけしない。いや、これちょっと逆に面白いと思ったのはね、今までのシミュレーションゲームってむしろ逆じゃないですか、武力をシミュレートしてるわけじゃないですか、うん、どっちかっていうと。ああ、そうですね、それがそれを排除するシミュレーションっていうのは、ああ面白いなってちょっと読んでたんですよ、ね。起きたことをシミュレーションするのか、うん、問題解決の手法を探すのかで違うところだと思います。目的が違うからね。で、なので武力を用いると、まあ、最後にどうにでもなれが発生しやすいの でそれを入れるとゲーミング芸術の乖離が大きくなってしまいますと。だからそれを排除するために軍事力行使を排除しました。で、アクターとしては4カ国プラスファシリテーターなので最少5人いればできます。上流にいるでかい国、ちっこい国とはいろいろあると。でそれぞれに秘密目標と秘密制約を持たせて、戦略を立て交渉させ、そして、まあ、我々だからディプロマシーです、やってることは。はい、交渉させて、じゃあ今回こういう行動を取りますというのを全員一緒に発表して、でハグル8ラウンドやると、うん、まあ、できることは経済支援と制裁と。例えば、ね、ここにダムを作るとかいう目標があるとか、あと3カ国協議、多国間協議会を作るみたいなのがあって、それに大国はそれは作らせたくないみたいな目標がいろいろあったりします。はい、でどんどん行きましょう。第5章は地方自治のゲーミングなんですけど、これちょっと他の章とは違っていて、基本的になんかね、規制のゲームの紹介、メイヤーとかね、メイヤーちょっと有名ですね、うん、あとは なんでこういうのになったかっていうと、まあ、地方自治ってデータが少なくてゲーム化されてるのが少ないらしいんですよ。だから教育ゲームってあんまなくて、だからこういうふうな一般的なゲームを持ってくるっていうのが多いらしいです。あとはね、スゴロクとか紹介されてるんだけど、これはさすがになというのが、うん、あります、まあ、知識は身につくスゴロクみたいな感じですね。で戦略にはならない、ね、そう、戦略には全くならない、こういう公共政策があるよみたいな、そういう話で、この著者が作ったゲームがありまして、でそれが政治家の決断というゲームがあります。でこれは防災ゲームのクロスロードの拡張です。でこのクロスロードっていうのはこのジャンルですごい有名、うん、阪神だっけ、阪神とか の被災者の人が作ったのかな。でこれ確かに一冊の本になってます。このクロスロードっていうゲームを事例にして一冊の本が出てます、まあ、そのくらい超名なゲーム。でこのクロスロードはどういうゲームかっていうと、ペロってカードめくるとなんか書いてあるんですよ、ジレンマが。それについて、じゃあ俺それやる、俺それやんないっていうのを全員で一斉にこうやって、多数派が勝ち、で多数派みんな1点、ただし1人だけしか負けじゃない、1対 あと全員っていう場合はその1人勝ちみたいな感じで入れていくと。でそこにカード内容は大体震災時のジレンマ的な状況が書かれているということになるんですが、これはそもそもこのゲーミング分野で見ると、このゲームそもそも何シミュレートしているのかよくわからんというふうになりまして、この人はなんか偉いことに地方の政治家とかにインタビューして、でその事例を集めてゲーム化しているの、これすごいなと思いました。やってみたいよね。もちろんやってみたいですよね、うん、残念ながら非公開なんですよね、うん、あ、そうなんだ。そうなんですよ。
今度貸してって言えば貸してくるらしいね。差し差し障りがあるじゃないですか。いやいや、それをやっちゃうから日本ってダメなんだよ。どうも国民の政治意識が低くなる。公開してみんなにジレンマを教えてあげれば意識高まるでしょっていうべきで、それが本当の大学の学びだと思うけどね。確かにね。ここで熱くなってほしい。地方自治ってあんまりね、そういうふうに情報を得る機会ってあんまないので、ね、あのよほどちゃんと目を配ってないとないので。なんか千葉に6時の公共という NPO 法人があって、千葉の公務員たちが作ったアナログゲームで地方自治を学ぼうっていうのがあったりとか、そこは結構積極的に自分たちでアナログゲームを作ってます。地方自治って地方自治体の要するに役人が学んでもしょうがないんだよね。役人はもちろん学ばなきゃしょうがないけど、うん、決め事いっぱいあって動けないのに住民の方が知らないと活用できないんだよね、地方自治に、と私は思いますよ。まあ、基本的に都市部の特に私みたいな住民はもう興味ないですからね。でもふるさと納税しないだけで相当褒めてもらいたいくらいの、ね、本当に表彰されたよね、ちょっと。第6章に、ここからね、第6、7、8ってだんだん短く、書いてあることは短いの何かっていうと、大体似てるんですよね。まあ、ぶっちゃけて言うと。あんまり言うと怒られるけど、これ、要は外交における交渉のゲームを3連発っていう感じなんで、特にこの水紛争と比べると、これは、下調べがものすごく大事っていうことですね。これも実際の国をやったりするので、その国をロールプレイするんだったら、もう背景情報を知らんと話にならんっていうのがあるわけですね。だからそういうの3連発やります。で、まず外交政策決定ゲーミングシミュレーション。で、これ面白くて、このゲームを、この近藤先生は今現在やってるわけだけど、これは1970年代から90年代に中央大法学部でやれてたんですって、もともと。で、それもっとたどると、50年代にアメリカで生まれてる。ディプロマシーじゃん。そうですね、ディプロマシーと同時に。こっちの話とつながるんじゃないの。というわけでやっぱりこのゲーミングっていうのの歴史とともにあるみたいなもんですね。で、国家間の外交も保護するロールプレイングゲーム型である。で、プレイヤー設定はプレイヤー数50名、アクターつまり 国の数が15から20くらいが実施しやすいと。で、テーマによってはアクター国家を設定。このテーマもね、もう北朝鮮の核とか、中国と東南アジアとか、もう本当にもう本格的なんですね。で、国家以外にニュースがあるんですよ。マスコミがあります、まあ、いろんなところでワッチャワッチャやってるから分かんないわけですよ。だからそれをね、毎日毎日ニュースをこうやって出すって、なかなか面白い。それ面白い。で、これもっと面白いのがね、昔、このそれこそ中央大とかに言われた冷戦期の場合は、東山メディアと西側メディアがいたって、もうすごい面白いな、すごい面白いなと思って、やってみたい ね。今でもアルジャジーラとかね、いろいろ、作ればいいと思いますけど。で、簡単に流れを説明すると、まず下調べがすごい。これはこの1日以上かけます。調査レポートを書かせます。で、そので調査に基づいて長期政策目標を設定させる、まあ、これ配ってもいいんですけど、させてもいい。それはやっぱり大学の学習の、そうですね、ちゃんとした授業ですよね。で、ゲームの流れとして、政策の字が間違ってますが、政策を決定して外交で1ラウンドで、この間ニュースメディア常に報道を行う。で、1日4コマで4から5ラウンド、まあ、1日がかりです。かなりハードだな。これハードです、普通に。で、予算編成は、この予算編成すごいんですよ。統計表があってね。で、ちゃんと計算しなきゃいけないんですよ。コンピューター使用禁止の電卓は使っていいけど。ほんとこの間やってあれみたい。マネジメント。うん、あれでもパーセンテージ先生パッパッパってやって、そういうのいろいろやってやらなきゃいけないっていう。もうこの計算だけですげえ大変。それはすごいわ。で、この公共投資と研究開発と軍事力への予算をどう配分するかによって国領が決定されると。で、外交は基本的に文書なんですけど、基本的に極秘です。国費なんですが、その文書はニュースメディアに対しても渡さなきゃいけなくて、メディアぼかしたら報道してもいいみたいな感じで、国費では。ちょっと面白い。はい。で、あと、口頭による外交っていうのは開催できる、すいません、開催できる国際会議とかで口頭な外交も可能だと。で、そう、で、実例がいくつかあるんですけど、で、実例として、特に出てるのは戦争が起こりやすい。もうさっきも言ったようなあれですね。で、これは、国連にないんですよね。だからそういう上がいないっていうのは、国連の上かどうかもあるとして、まあ、とにかく上がいないと、保険料が削られ、あとさっき言ったような駆け込み戦争とかがある。ただし、これが現実と、まあ、そういうふうに乖離しているとして、だから役に立たないわけではなくて、デブリーフィングにおいて、今日の現実世界とゲーミング世界の乖離っていうものをちゃんと追求することが大事です。非常にまっとうなことが書いてあります。で、第7章に行って、これは合意形成ゲームっていう、さっきのもう本当にリアルな交渉外交ゲームですけど、こっちは1個の交渉に題材を絞ったゲーム、EPA の交渉であるとか、
二酸化炭素削減であるとか、そう、もうほとんど一つの題材に絞った交渉を題材にするゲームです、これが何がいいかというと非常に作りやすい、簡単で、これあの例としてね、あの 日本と EU の EPA 交渉があるんですけど、例えばチーズの関税をどうするか、自動車の関税をどうするかっていうのをやって、制約を作成して、それぞれの秘密目標を作ってっていう交渉していくっていう、でこれが、本当の交渉みたいだね、はい、そう、これはね、すごいリアルなんですよ。だからこれも下調べがものすごく大事、何がこちらの後継機かっていうのをやらなきゃいけない。で、まあ、作りやすいと、あと戦争は起きない、交渉なんてその選択肢がないっていうのが非常に大事です。だからちゃぶ台返しもないわけですよ、これもうまとめなきゃいけないので、はい、うん、俺は脱退するとかできないので、はい、っていうのがあります。だから妥協点を探っていくと、そうそう、ね、いかにもこう、ね、外交交渉みたいな、ね、うん、そうそう、面白いですよね。で最後に、グローバルシミュレーションゲームって、これがね、あの規模としては一番でかいんですよ。なんででかいかというと、これ立命館の国際関係学部が、1988年にできたんですけど、その時からある、であって、でいろいろ紆余曲折あるんだけど、現在は2年生の正規科目であると。正規必修ですよ、必修なんだ、で15個も、ワンセメスターやるんですよ。そうで、ゲームやんな、このうちね、確か最後の方の、ね、4個目くらいなんだ、それまでひたすら準備をするわけですよ。すごいよねこれ、ここまでやるんだ、うん、だからこれ国際関係学部なので、だからマジで本格的です。面白そうだなと思いました。あのクラスもね、今少人数制になってて、1年の終わりにどのクラスでどのゲームをやりたいかっていうのをまず選ばせるっていう、ゼミみたいな、まあ、ゼミだね、ゼミですね、そんな感じになってますね、はい。でここから第3部に行って、第3部は今までのを元にして、じゃあゲームを俺も作ってみたいと、授業でしかゲーム作りたい、じゃあどうすればいいんだっていうのをやっていきます。第9章、ここでは既存ゲームを修正して新しいゲームを作る方法をやります。でこの豊田先生があの地震のゲームね、先週やった、あ、前々回やった、でこれを作った人なので、これを元にしてじゃあやってみようと。でじゃあこの地震ゲームの構造って何だろう、で対策をしていなくても普段問題ないんだけど、いざという時に困るだけで、普段から対策するべきなんだけども今全然対策進んでないっていう現状があると。でその現状を知らしめたいっていう、まあ、だから構造ツール目標なわけですけど、目的なわけですが、でこの地震ゲームやると、自分が例えばリーマンだとなんかあまり地域とのコミュニケーションが取れないとか、そういうことも、まあ、あの設定されてるわけですね。だからそもそもなぜ解散が進んでないかっていうのまでもゲーミング体験を通じて学べるようになっていると。じゃあこれを改造していくんだったら、他になんかこういう設定が当てはまりそうなものはありますかって言ったら、まあ環境問題とか普通にありますよねっていう話になる。であとじゃあ環境問題にしようって決めたら、上記の設定に合わせてプレイヤーの役割を決めていきます、はい、前回はまあ町内会長と町民だったわけですけど、もしなんかゴミ捨て問題にするんだったら、ここをいろいろ変えていくっていうのがあります。でここで大事なのが、暇なプレイヤーが出ないようにということらしい。ちゃんとそう、そこ気にして、暇なプレイヤーって本当に事業に参加してくれないので、むしろ普通にゲームやるよりもなダメだったりするわけですね。なんか授業評価で1点とかつけられたりするとあれだかもしれないし。で、そしたらルールを決めましょうと。これはプレイヤーの行動を誘導して制約していくものですと。で、最終的にプレイヤーに学んでほしいことがあるので、だから行動結果の評価っていうのが重要になっていると。だからもう普通のゲーム使い方全然違いますよね。評価の仕方が。そこに修練されていくことになる。で、あとは枠組みの設定。効果として何をね、これはね、メタな話です。つまりこのゲームの教育効果、および誰が対象か、で、いつやるのか、っていうことを設定していくということになります。でこれがゲームの改造していくやり方。で今度は1から作ってみようということで、いやこのゲームをそもそも作る目的って何なんですか、環境問題を知らせるためですか、お魚問題ですかとかいろいろあると。でそうしたら、ゲームの構造をじゃあ見ていきましょう。要素と因果関係を考える、で最終的に防災活動した方が最終的に幸福度を高くしたい、まあ、高くならなきゃならないわけです、ゲームとして。なのでなんか地震が起こった時に対策してなかったらめちゃくちゃ幸福が下がるみたいな風に因果関係を作っていく。あれはつまり一般化すると、複雑な現実世界をモデル化によって単純化して、そのモデル内の因果関係をゲーム内で体験できるっていう風に構築していくということになります、はい。だけれども面白くしなければなりませんと、はい、ちなみに面白くしようねっていうのが出てくるのはね、この9、10、11でここだけです。うん、ちょっと面白いですね。でゲームに熱中してもらえなければ学習の効果は望めません。なのでどういうのを付け加えればいいかなっていうと、競争、まあそうですね、
あとは単調にならないようにイベント、うん、まあそうです。あ、そっか、ね、そんくらいしかね言われてないよね。だから本当にね作り方が全然違うんだよね、はいはい、うん、面白いなというところです。であとはデブリフィングの重要性、はい、デブリフィングでこのゲームはこういう目的で作られていました、で、はい、あの現実世界とはこういうふうにリンクしていますということを説明すると、はい、ゲームなんだけど、はい、我々がもうゲームではないんです。そうこれないんですよ。むしろね、あの前の方を見た感じだと結構面白そうだったわけですよ、はい、だからあのこう言ってはなんだけど結構市販のゲームを参考にしてるのかなと思ったんだけど、ここを見る限りそんな感じでもないです、ね、うん、あのむしろ重要さんはあんまりそうってことだよね、うん、そうですね、まあまあまあ授業です、ね、もろにディプラマシーから発表させても面白いのかなとちょっと思っちゃうけど、まあ悪く言えばこれはプロパガンダですよ、まあまあプロパガンダ、まあね、間違いなくプロパガンダ、まあ、そうそうそう悪く言わなくても、うん、注入する価値観がまずあるから、ね、まずあってそこに向かってゲームを作っていくっていう、うん、ことなので、目標的を定めるって聞くとそれらしいけど、うん、まあそれを注入するんでしょうそうなんですよね。で次あの鎖国ゲームがありましたね前回、それについてです、これを作った時にまず大事なのは因果必然的地感覚、つまり、まあ、この条件が与えてあったら絶対歴史ってこうなるよねっていうのを疑わないとそもそも歴史ゲームは作れません。まあそれはそうですね、はい、であとはで現代社会を考える枠組みとする、つまり普通に授業を学んだ場合鎖国というものがありました、これはこれこれこういうものでした、終わりなわけですが、そこにあの 実際のプレイヤーとしてそういう状況を体験すると別の事象を見るときにそれも準拠枠として使えるようになるのではないかという話があります。でこれはゲーミングによって得られる、まあ、いい効果であるということがあるでプラスして、宗教と政治問題についてのリテラシー、まあ、これはあのなんかポルトガルとかスペインとかが来ましたので、こういうこと、あとあの幕府のキリスト教の禁止っていうのとリンクしてきますね。で世俗主義の国家が政教一致の宗教国家にどう対処するのかという課題をプレイヤーに突きつけるということです。はい、でここにおいて単純な善悪判断をさせない、つまりあいつらはなんかカトリックで悪いやつだであるとかそういうことはしないと、むしろ各アクターは、まあ、それぞれプレイヤーなわけなので、そのプレイヤーが置かれた状況に理解を深まらせるということになります。で、ここでそのゲーミングが例えば鎖国を扱ってたわけですけど、その鎖国についてもう習ってたから知識あるわけですね、まあ、この大学生なんで、でこの史実を知ってるかどうかっていうのはゲーム実施の障害にならないんだっていうのがまあ強く言われてますが、私はこれ当たり前だと思うんですが、うん、でまあ、つまり知ってることやってるからってつまんないことはないということですね。でこれは何でかっていうと、史実をそのままもう一回知ってることをやるというのとゲーミングの学習という役割が異なってそれぞれ不可欠であるのだと。でゲーミングの授業というのは教科書の内容を芸術に橋渡しする教育的機能を持っているのだという。ちなみに何学校でやってるの、これは。どの年次でやってるのか。これはね、いろんな年代でやってるみたいですよ。これはでも高校生じゃないかな、一応大学でも。多分大学の私学科でこれ言ったらすっごい教授が反発すると思うんで、まあまあそうでしょう、ね、当たり前だけど、うん、そうでしょうね、私もそう思います。違うだろうなと思ったんだけど、うん、私学科じゃないですからね、私学科は絶対に違うね、うん、多分、うん、教育はこうかなと思ったんだけど、まあそうなんだろうね、やってることは悪くないんだけど、うん、確かにまあ、あんまりね、こういうあのモデル化にはまりすぎると歴史のモデル化とかになってね、だんだんやばい方向に行くことになってしまうんですけども、まあ、それ以前の話だと思うので、はい、で最後にシンプルスマートソフトの話で、これはあの交渉ゲームの作り方です、まあ、EPA 交渉とかね。でこれを合意形成ゲーミングと言いますが、さっきも言ったようにこれは非常に簡単に作成が可能です。で様々な事例に応用が効きます。でゲーミングの世界で駆け込み行為、最終戦争を防がなきゃなんないんですけど、合意形成はとにかくあのなんか条約を作ったりしなきゃいけないので会議終了が確定されている、なのでこういう調整もいりません、ただ作るのが簡単だよと言っています。でこれはあの現実世界との乖離が比較的小さい、まあ、場が非常に設定が、うん、タイトな設定、そうタイトな設定なので小さいということです。では作成はどういうふうにやればいいか、大体の国際会議を選択してそこになんかネットで検索して、じゃあこれにしよう、で文書ができたらこれを素案に加工して、
で、ルール、まあ、ルールもね、秘密目標を作るぐらいですけど、でただ、この作成時のこれはちょっと面白くて、まあ、素案分子は短く余計なものは大事ですね、で時間進行に気を配る、90分で完結させなきゃいけない、これはね、あの見習ってほしいですね、いろんなところが。うん、だってあの、教材で90分で終わるっていうのを、90分って箱に書いて、出して、それは90分で終わんなきゃいけないですよ。それはそうです。今のエンタメはそうなってないので。なってないです、うん、エンタメはむしろ時間潰したいって、ね、その倍でも終わんなかったりするので。90分で終わるゲームって相当サクサク進んでる、ね、そうそうそう。しかもこの90分ってあの最初の準備とか含めてですからね、うん、まあ、なのであとメタとしてルールはいつでもネットで見れるようにしておくとか、うん、そういうのもいろいろ大事で、うん、非常に、ね、いいこと書いてます。であとはゲームが始まったらゲームをなんか介入してこっちの方向に向かえみたいなことはなるべく最小限にしろって、これも非常にいいことと書いてある。まあ終わりですが、まあそういったようにやっぱり市販のゲームにそんなにあんまり言及はないんだなというのを思いました。どうなの、興味あるのかな。なんかね、もうこのこういう世界っていう、もうこう本当にこうなのか分かんないけど、うん、こういう世界のなんか文脈っていうのもできていて、その世界にのっとって作るっていう感じになってて、うん、まあ、そうなんだなって考え、まあ、そういう方向に発展しちゃったって考えていいのかな、うん、っていうことではないですか、うん、いや例えばキングスイレンマでもいいし、あのシャスンでもいいし、はいはい、あのさっきのヘゲモニーとか、うん、あの全然参考になると思うんですけど、ね、うん、面白いし、うん、参考になるとかあるんですか、うん、いろいろヘゲモニーって面白いんですか。あんま面白い。あ、そう。あのヘゲモニーっていうなんか現実の国家、現実の国家をまあ一応シミュレートするっていうのがあって、このヘゲモニー、グラムシのヘゲモニーなんですけど、要は覇権国家じゃなくて国家内 の、 あの各階級の争いをあの、まあ、一応、なるほど、まあ、本格的にシミュレートしているっていうんですけど、私にはあれが本格的だとはあまり思えなかった。あのそもそも再生産が非常に怪しくて、再生産ってやっぱり今まで言うと移民をどうしても考えなきゃいけないんだけど、で移民をあのそこと移民と階級と の、 あの組み合わせっていうのは非常にね、なんかアンマッチな感じがあるじゃないですか、うん、難しいね、そこら辺もね、まあ、ゲームに取れるってめっちゃ難しいと思うんだけど、でデザイナーズノートにもそう書いてあるんだけど、それがうまくできてるとは到底思えなかったので、だからそれをこれはリアルだっていうのはむしろやばいなという、ゲームとしては面白いけど、思いましたね。ちょうど明日と明後日とあの最初の藤本先生の研究所で親子ボードゲームジャムっていう、親子でボードゲームを2日間で作りましょうっていう、はい、作るのすごいな、すごいな、作るだけなんですかね。まあ作るだけだ、どういうので泳ぎはそれもちろんいやまあそういうことでしょ、体験学習面白いゲームなんだろうか。面白いゲームを作るって言ったら、まあ、まず面白いゲームを作るのが目標なのかもしれないですけど、僕一応ね、面白いゲームを作りましょう。あ、面白いゲームをやったそれはプレッシャーはないゲーム作る責任がちょっと重いな。一応なんか完成すると全部ホームページで公開されるらしい。それはよりそうなんかこうプレッシャーが一気に上がってる気が今年確か2回目か3回目なんですけど、毎年なんか人気らしいです。あ、本当に。あ、人気なんだ。そう、人気なんですよね、ゲーム。いい生産物ができてたらね、うん、まあ別にあの面白いゲームが本当にできることがいい生産なのかはちょっと分からないですけど、確かに体験としてのなんか、まあね、うん、あの方が大事のような気もするし、まあね、うん、